こんばんは、日常演舞です。本日はこちら、ミスタードーナツの新作さつまいもどと栗どを食べていきたいと思います。さつまいもどは毎年発売されていて、これまでも何のか食べたことあるんですけど、今年もまた新作があったので食べてみたいと思います。そして栗の、だからさつまいもどよりも前に同時期に何度か栗のドーナツって発売されていたことあるんです。それらがまたリニューアルされたの、あるいは完全なる新顔なのか、どっちなんでしょう。食べてみればわかります。あ、ちょっとさつまいもどが一つ足りないようで、よっとあなたは思われたかもしれませんが、あれは去年食べたものと同じだったので今年は省いて、その一つを除いた、よっと食べていきます。まずはこちらの蜜芋ドーナツから、もう蜜がつかないようにセロハンがしっかり貼られてます。その蜜を剥がすと、例えばセロハンを剥がすと、蜜のお化粧が綺麗です。では味の方はどうなのか、いただきます。毎年秋になるとお得になるこのしっとりとした美味しさ、なんでここで噛むんだよ自分で。少し懐かしい新鮮なマロン、いや栗どもを食べていきますよ。あ、まずはうまいものなから感じる、味も変わらない、ほりとした優しい甘さ、そして栗どもの口の中に広がってくる、甘いものとは違う優しさが本当にいい。栗あんもで、栗あんだけじゃないんだ、さらにザクザクした食感もあって、どうか栗どもさつまいもどと同じく毎年の常連になってほしいなと思えるドーナツですよ。これあなたにもぜひ食べてほしいな。さて、それぞれの詳細な感想についてはこの後すぐ。ごちそうさまです。まずさつまいもどについてですが、2024年に発売されたものも生地がしっとりしていて、中からさつまいもの優しい甘さを感じることができました。その上蜜の方は十分あっと広がる、ドーナツ生地の中から広がるものとは別の甘さが美味しくて、もう一つ塩バタークリームはまた時々感じるコクとグザクとした食感の変化が良かった。何が乗ってたんでしょうね、あれちょっと名前忘れちゃった、名前忘れちゃったんですけど、ただ蜜はそのまま上でもよかったですが、塩バタークリームはドーナツの中に入っていた方より味を感じやすくて、自分では好みかなと思いました。そして2種類の栗ど、これも名前忘れたんです。最初に食べた方は黄色いゴールデンクランチの部分と、中から入っているクリームホイップの優しい甘さが口の中でブワッと広がってきて、なおかつあっさりとした口どけの良さが美味しかったです。次に食べた方はクランチのザクザク食感はもう一方に負けたのですが、中にホイップクリームだけでなく、いわゆるマロンあんなのかな、あるいはモンブランペーストが入ってきて、栗の味はより強く感じることができました。なのでこの両者はどちらが優れているかというよりは好みで食べ分けるのがいいと思います。自分は栗あんの甘さが好みなので、後で食べた方が好きでした。今回について栗色につきましては、先ほどモンブランペーストが入っているこうさつまいもどについて、中に入っていた方がいいかなと思いながらも、バタークリームの方がより味に変化があって美味しかったので、バタークリームさつまいもの、ちょっと名前忘れたんですけど、モンブランペーストが入っている栗どを代表として5点とさせていただきます。それでは、寒中水泳、心探すの難しなり、何があったんでしょうね、心探す。というわけで今日の演目はミスタードーナツの新作ドーナツ、さつまいもろと栗どを2種類食べてみた動画でしたが、あなたは何が食べたいと思いました？なんかハロウィン向けのドーナツも早くも来週出るとか出ないとか、またチェックしないといけませんね。それでは今日の演目はこれにて終了とさせていただきます。視聴者のあなたが今の私の演目を見てミスドのドーナツを食べたいと思ってくださったら、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、チャンネル登録、コメント、高評価をしていただけたらもっと嬉しいです。ではまた次回の演目でお会いしましょう。演舞終演。